渚くんが昔からよく言ってたっけ。はあ、いや、俺に言わせりゃ本物の天才はどっちだって話。要するに人間はみんな他人の見えない部分みたいに没頭できるやつ、寺坂みたく何にも考えないで動けるやつ、どれも俺から見りゃ才能だ。問題は俺の才能でこの問題が見えるかだけど、やっべ、これ絶対時間足りなくね。問題の要点は至ってシンプル。敵に囲まれたこの箱の中で自分の領域の体積を、力が互角の両者の攻撃はちょうど中間でせめぎ合う。つまりそこから内側が、実は僕の領域に侵入できない。立方体の中は8体の敵に囲まれている。つまり封印エリア8個分の体積をもとこの空間を完璧に把握すれば正解となる。今の父は自らの合理教育が正しいことを証明するのに取り憑かれている。それは人を壊しこそすれ僕の親孝行だ。見えた、封印1個の体積は三角錐3つと六角錐1つの集合。待てよ、これ難しい計算何にもいらなくね。同じ構造があるってことだ。つまり世界はここで終わりじゃない。そして俺が箱から見ていたのはみんなのかけらに過ぎないんだ。俺が目いっぱい自分の領域を主張したら切り出すということは、八つの箱に同じ比率で分かれるということだから、みんなのかけらは一人につき8分の1に。この立方体の中で俺と他の8人の領域の比は必ず1対1。箱の中では1対1だから。なんだ、小学生でもわかるじゃん。ただ自分の外にも世界があるって気づけたら。そこまで！授業？くそ、分かっていたのに！